捕まえるのがちょっと無理だったんで、たまたま落ちてる死んでるやついたんで、それ拾って、あと落ちてる抜け殻も拾ってきまして、セミの成虫1匹と抜け殻を2匹ですね、今回はやっていきたいと思います。はい、今ちょっと水でうどんみたいにこうしてね、さっとね締めました。懐かしいっすね、この感じ。ごめんなさいね、もう死んでるのにもかかわらず食われるというね。まあまあまあ、こいつら抜け殻たちに7日で死ぬからさ。はい、そうですね、7日で死んでさ、やっぱセミをセミに返すために、ね、はい、調理にかかりたいと思います。では主役のこちら油汁、これをね、まあ水でちょっと締めたね、はい、こう油汁を入れまして、こちら先ほど買ったメルチ、ほう、こちらを入れていきたいと思います。はい、これで、はい、冷蔵庫に冷やして凍らせてかき氷を作りたいと思います。イエスさ、凍るまで待ちましょう。僕たちはセミ取ったご褒美としてね。いや、海行ってちょっとさっぱりしてきました、シャワー浴びて。で、帰ってきて凍ってたのはいいんですけど、ちょっと重大なことに気づきまして、ナスドラくんの家にかき氷機がないということでして、こちらそのままアイスのように食べます。中身見せますね。僕たちもまだ中身を見ていないので、ちょっと開けてもらっていいですか。いきます。はい、オープン。クーワン、オープン。やっ、え、待って、マジで、え、マジで言うとんの。これはえぐい。はい、ですね、もう溶けてきちゃってるんで食べます。実食タイムということで、じゃあまず最初はね、端っこクラッシュな感じでアイスですね。なんだっけこれ、飲む、これはウェルチのブドウで。いただきます。うん、うまい。で、次はそこ何ですか。あ、一人一個ずつ。それこれはまだ中級なんで、一人一個ずつです。一人一個ずつ、最後大きいのが半分こですね。いや、これマジか。いただきます。うかい。あ、噛めない。これ噛めない。メインディッシュのやつです。あー、気持ち悪い。マジゲロ出そう。エロだ。うわー、待って、羽は食べられない。ちょっとティッシュ取って。やばいね、こんなんなってんだ。ティッシュ取って。何さえ言えなく食ってんの。ちょっと、今お腹の部分を縦に吐きました。これちゃんとさ、かき氷だからさ。そうですね、君のお腹。いただきます。君、いただきます。うん、え、くっそ、ドブくせえ。食べません。食べます。ごめんなさい、食べます。もう臭い。臭い。味とかじゃない。臭いの。シャキッとしたい時に食べるのがおすすめだと思います。皆さんも夏の風物詩、オン夏の風物詩、セミかき氷やってみてください。それじゃあまた。やばい。これはやばい。やばい、これはさすがにまずやばい。臭すぎたな。